入って。お待たせ、アザミ。それじゃあどこへ行こうか。清十郎、アザミ、やりたいことがある。そうなのか。どんなことか教えてくれないか。アザミ、サンタクロースになりたい。そうか、サンタクロースになるのか。って、サンタ？それは面白そうだな。クリスマスだし、楽しそうだ。さすが、清十郎。話のわかる男。でも、サンタの衣装とか、どうすればいいんだろう。実は、情報を手に入れた。今日はクリスマスフェアがある。クリスマスフェア？ああ、つまりサンタのイベントか。うん、そこへ行けば誰でもサンタになれるみたい。なるほど、仮装パーティーみたいなものか。よし、それじゃ行ってみようか。うん。アザミ、そのクリスマスマンってのは美味しいのか。うん、美味しい。清十郎も食べて。ありがとう。おお、これはなかなか。クリスマスもサンタクロースも初めて。でもすっごく楽しい。サンタの格好して買い食いしてるだけだけどな。問題ない。司会の人が言ってた。サンタの格好で銀座を歩いてください。それだけで幸せをプレゼントできますって。清十郎はどう？アザミサンタが隣にいて幸せ？ああ、もちろん幸せさ。だってクリスマスマン美味しかったし。ああ、もう一口欲しいな。ダメ、もうあげない。え、なんで？まだいっぱいあるじゃないか。清十郎にはクリスマスの全部を楽しんでほしいから。クリスマスマンだけじゃなく、アザミと一緒にいっぱい楽しもう。その通りだな。よし、二人でクリスマスを思いっきり楽しもう。うん、サンタになって買って食べて、そして隣には清十郎がいる。今日はすごくいい日。アザミ、とっても幸せ。ああ、そうだな、本当にとてもいい日だ。クラリス、ごめん、待たせたね。いえ、大丈夫です。待つことも結構楽しいものです。待つのが楽しいって、そんなことあるのかな。それで今日はどうしようか。私、
水族館に行きたいです。今開催されているイベントに参加したくて。水族館でのイベントか。よし、行ってみよう。それうわクラリス、止めさせてくれ。神山さん、しっかり届けてくださいね。かわいい魔法使いサンタさんの命令でイルカさんたちがプレゼントを運びます。見事空中のリングにプレゼントを通すことができるでしょうか。まさかこんなイベントだなんて。神山さんもイルカさんも素敵ですよ。頑張ってください。頑張れ。そこよ。やるしかないか。男神山、必ずプレゼントを届けてみせる。えい、今だ。大ジャンプ。ここだ。ここで決めるんだ。派手に決めてやる。神山流奥義、超造形劇。すごいジャンプ。神山さんが流星のように。おっと、神山さんがリングに入っちゃいました。プレゼントはプールに落ちる。大失敗です。神山さん、リングに入れるのはプレゼントですよ。ちょっと調子に乗りすぎたな。神山さん、クラリスさんの2名が見事に楽しいショーを見せてくれました。ショーを手伝ってくれたこちらの素敵なカップルに盛大な拍手を。ん？どうしたんだい？いえ、ちょっと思い出しちゃって。イルカに乗った神山さん、面白かったです。格好悪いところ見せちゃったな。そんなことないです。とても楽しかったですよ。あと、私たち素敵なカップルって言われてましたね。二人でいるとやっぱりそう見えるんでしょうか。カップルか。そう見られると嬉しいな。どうしてですか？クラリスみたいな可愛い子と恋人同士だと思われるなんて光栄だからね。ちょっと釣り合わない感じがすごいけど。そんなことないですよ。え、なんだって？なんでもありません。ありがとうございます、神山さん。今日はとっても楽しかったです。よかったら今度また一緒にお出かけしてくださいね。ごめん、アナスタシア。待たせちゃったかな。気にしないで。待ち合わせにはまだ早いし、私が早く来てしまっただけだから。ところで、ここで待ち合わせということはやっぱり？ええ、伝統芸能歌舞伎よ。それに今日は特別公演をするっていうから。ええ、それは楽しみだな。それじゃ行きましょうか。さあ、それでは白虎に導かれた幸運なお二人、舞台へどうぞ。ついてるわね。さあ行くわよ、キャプテン。え、本当に舞台に上がるのか？白虎様からのせっかくのご招待よ。楽しまないと損じゃない？それもそうだな。こうなったら楽しむとするか。それでは聖夜に輝く白虎の星に二
二人で願いを込めてください。願いか。終わりましたか？それではお二人で聖なる木に星を飾りつけてください。こうしてるとまるで結婚式のようね。結婚式？そんな風に見えるかな。落ち着いて、これはただの舞台よ。ところでキャプテンは星にどんなお願いをしたの？俺は もちろんクリスマス公演の成功と歌劇団大戦での優勝だよ。やっぱりそうよね。今祈ることといえばそれだわ。私は決勝戦には出られない。祈るしかないんですもの。アナスタシア。この国の伝統芸能は素晴らしいわ。何度見ても飽きない。本当に幸せな時間だったわ。ありがとうキャプテン。楽しかったわね。二人で舞台に立つのも悪くないわ。舞台に上がった時の結婚式みたいって言葉には驚いたよ。ごめんなさい。結婚式ってちょっと憧れるのよね。そうなのか？ちょっと意外だな。新しく家族になる儀式よ。神聖で素敵だと思わない？なるほど。誰と結婚するんだ？とりあえず俺に紹介しろ。バカね、そんな相手いないわ。それに私にはそんな資格もないのよ。アナスタシア。なんでもないわ。さあ行きましょう。本当にありがとう。今日の思い出は私の宝物よ。明日はついにクリスマス公演ね。頑張りましょうキャプテン。
ハツホ、ごめん。待たせたか。いや、大して待ってねえよ。でも、早く行こうぜ。やっぱ、他の人に見られると、なんていうか、恥ずかしいし。でも、今日はどこに行くんだ？何も考えてないんだけど。ああ、それなら決まってる。あたしん家に行くぜ。え？ハツホの家って…おいさーおいさーメリークリスマス、おいさーおいさーメリークリスマス。東雲神社クリスマス祭り、まあこんなことだろうとは思ってたよ。おら神山、声が小さいぞ。おおおいさおいさ、これおいさおいさメリークリスマス。ハツホちゃん、今日はすっげえ気合い入ってんな。兄ちゃんを意識してるんじゃねえかい？そうですかね。ハツホはいつもあんな感じですよ。もっともっと盛り上がっていくぜ。よし神山、大声で気合い入れてくれ。気合い、よし。メリークリスマス、この祭りみんなで楽しもう。いい叫びじゃねえか神山。みんな神山に負けるんじゃねえぞ。よっしゃ、東雲神社の祭りは日本一だ。寒さなんてぶっ飛ばして盛り上がろうぜ。おいさなんだかんだで盛り上がったかな。よっしゃ、今日はもう止まらねえぞ。みんな気合い入れろよ。おお、いや最高の祭りだったぜ。神山がいてくれたおかげで盛り上がったよ。ありがとな。俺も楽しかったよ。みこしを担いだのなんて初めてだ。その割には結構様になってたぜ。神山には祭りの才能があるかもしれねえな。ありがとう。そういうハツホは。かわいいサンタさんだったよ。神社の祭りなのにな。他の祭りのいいところは取り入れる。俺、東雲神社の掟。里の掟みたいだな。でもいいことだよ。やっぱ祭りは何より楽しくなくちゃな。伝統だなんだばっかじゃ堅苦しくていけねえよ。そうだな、いい祭りだったよ本当に。そう言ってくれると嬉しいぜ。来年もまた一緒にやれるといいな。まあいい息抜きになったぜ。今日はありがとな神山。桜との待ち合わせはここだったよな。清十郎さん、お待たせしました。いや、俺も今来たところだよ。そんなに走らなくてもよかったのに。いえ、その準備に時間がかかっちゃいまして。じゃあまずはのんびり歩こうか。そうですね、ありがとうございます。それで今日はどこに買い物しに行くんだ？はい、デパートに行こうかと思います。清十郎さん、清十郎さん、この服はどうですか？とてもいいと思うよ。で、
そろそろ終わりにしてもいいんじゃないかと思うんだけど。何言ってるんですか。まだまだこれからですよ。まいった。女の子の服選びってすごく長いんだな。うわ、お買い物なんて久しぶり。清十郎さんも一緒だし本当に楽しいです。それは良かった。これかわいい。ねえ清十郎さん、このワンピースどうですか。そうだな、ワンピースか。うん、よく似合ってる。素敵だよ。本当ですか。嬉しいです。普段もこういう服を着たらいいんじゃないか。そうですね。でも昔から和服でしたし。それに、なるほど、新宮寺さんか。はい、あとこういう服は特別な日に着るから素敵に見えるんだと思います。確かにその通りだね。じゃあ今日はたくさん違う桜を見せてもらおうかな。はい、じゃあ次はこれです。結局一着も買わなくてよかったのかい。はい、試着するだけでも楽しかったですし、それにやっぱり和服が一番です。確かにな。そのいつも可愛いよ、桜は。ありがとうございます。清十郎さん、今日はありがとうございました。二人で銀座を歩いてお買い物しておしゃべりして、私とってもウキウキしてました。清十郎さんとのデート、とても幸せでした。俺もだよ、桜。俺も幸せな時間だった。十郎さん、なんだい。今日はそのつまりデートしたわけなんですけど、私たちってどんな風に見えてたんでしょうね。それはやっぱり、恋人同士じゃないかな。クリスマスだしね。楽しそうに街を歩く二人、恋人同士ですかね、やっぱり。せっかくだし腕でも組んで歩いてみるかい。え、急にそんなこと言われても、心の準備が。冗談だよ、からかってごめんな、さくら。冗談ですか。まあそうですよね。次の機会に期待してます。またデートしましょうね。デート楽しいですね。清十郎さん、今日はありがとうございました。調子はどうや。これでええんやな。毎度あり。
らよろしく頼むで。やっぱりまだ眠れないな。彼女は今どうしてるかな。ん？誰か来たのか。さくら。なんだか会いたくなっちゃって。俺もだよ。俺もさくらに会いたいって思ってた。そうなんですか。私たち通じ合ってますね。それじゃあ、だから清十郎さん、もしよかったら今から付き合ってもらえませんか。行きたいところがあるんです。いいよ、行こうか。はい、ありがとうございます。この観覧車もう動いてたのか。そういえば乗ったことなかったな。私もです。なかなか機会がなくて。でも乗るなら今日かなって。だって今日は特別な日だから。確かにそうだな。じゃあ一緒に乗ろうか。屋上にあるせいか、かなり高いぞ。どこ
までもデートの全部が見えます。これがデート、私たちの守る街。あ、清十郎さん見てください、だんだんと街の明かりがついていきますよ。私、街の明かりってすごいと思うんです。あの明かりの下で人々が暮らしている、まるであの明かりが命そのものみたい。この光が消えないように俺たちの力で守っていかないとな。はい、この光を守る、それが私の誇りですから。さくら、なんて凛々しく綺麗なんだ。さくら、清十郎さん、いや、さくらがあんまり綺麗なものだから。綺麗って、ありがとうございます。嬉しいです。さくら、あの、一つ聞いていいですか？いいけど。清十郎さんは私のことどう思ってくれてますか？どうって、さくらのことは一番大切だと思っているよ。一番、それって誰よりもってことですよね。そういうことになるかな。そうだ、俺にとってさくらは一番大切な人だ。かけがえのない、絶対に守りたい人だ。私にとって清十郎さんは誰よりも、清十郎さん、私は清十郎さんのこと。さくら、清十郎さん、俺はに謝らなくてもいいよ。それじゃあ降りようか。はい。ちょっと残念だったかな。だけど今は。この日を待ちくたびれたぜ。英劇が燃えた時はどうなることかと思ったけどな。こうしてまた舞台を見られるなんて夢みてえだぜ。ほんとしぶとい連中だぜ、帝国歌劇団はよ。俺たちも見習わねえとな。帝劇頑張れよ。すごい大盛況だ。帝都のみんなが帝劇の花組の復活を待ち望み喜んでくれている。なんて嬉しいんだ。こんなにも
勇気づけられて、ありがとう、みんな本当にありがとう。外の様子は、お客さんいるか。喜べみんな、超満員だ。よかった、みんな楽しんでくれたら嬉しい。最後の公演ですね、アナスタシアさん。そうね、精一杯やりましょう。アナスタシアが教えてくれたもの、全部出し切る。私も全力で行くわ。よし、じゃ景気づけ行くぜ。今夜は花組の舞台復活の日だ。テートに響かせろ。私たちの心の鐘は花組ファイト。ねえキャプテン、あなたは奇跡を信じる？奇跡？そうだな。奇跡を生むのは努力の力だ。何もせずに奇跡は起こらないさ。今回の公演だってそうだ。みんなの頑張りが奇跡を呼ぶんだと思う。キャプテンらしい答えね。でも努力しても奇跡が起きないことはあるわ。そう、星の導きは誰にも変えられない。アナスタシア、それじゃあ行ってくるわ。私の最後の舞台、ちゃんと見ていてね。ああ、もちろんだ。しっかり見ているよ。今日は全てが輝く特別な日。今日は誰もが希望を胸に灯す日。二人の愛が溢れ出す日。今宵この暖かい星の輝きの下で忘れられない奇跡が起こります。あの鐘の音と共に。今この場に幸せな思いが満ちているのがわかる。本当に素晴らしい舞台だ。見ているお客さんもきっと同じ気持ちだろう。劇場が壊され、桜も気持ちを崩し、クリスマス公演は絶望的に思えた。だけどみんなが心を一つにして諦めず努力した。そうして掴んだ、まさに奇跡の舞台だ。戦うだけが花組じゃない。愛とか幸せとか、そういう本当に大切なことを舞台を通じて伝えていくことができるんだ。俺は帝国歌劇団花組の隊長であることを誇りに思う。みんな本当にありがとう。